どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回は夏メロです。Let's and Star! Run Away! この曲をやってみようと思います。このオールディーズ感満載の曲。これはですね、結構ウクレレと相性バッチグーでございます。皆さんも楽しんでやってみてください。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレオリジナル超簡単バージョン。はい。後半は、あの独特のオールディーズ感出します。かっこいいバージョンはいろんなリズムを使って、ランダウェイ。かっこいいバージョン。やってみます。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、思い出の曲、大好きな曲、カラオケで歌ったり CD 聴くのもいいんですけれども、自分で楽器を演奏しながら弾く、歌う、弾き語り。これはね、ほんと楽しいんですよ。皆さんぜひ体験していただきたいと思うんですけれども、今から始めようと思った時に、やっぱりね、ピアノとかギターとか難しいですよ。ウクレレはね、いいんですよ。簡単です。弦も4本しかないし、ちっちゃいからいつでも触ってられる。ソファーの脇にいつもこうやって置いといてね、触ってるとね、まあもう友達みたいになります。で、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見て、ウクレレ触ってるだけでどんどんできるようになりますからね。はい。で、ピアノとかギター弾ける方も、このちっちゃいウクレレでまたやるとまた全然感覚が違うんでおすすめします。はい。で、ここにもちょっとしたリンクあります。このリンク先の初心者レッスンをここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに動画を見ながらこれウクレレ触ってるだけで、あれ？私今もしかして弾けちゃってんじゃない？歌えてんじゃんってすぐなると思いますからね。始めましょう。はい。じゃあリンクここね。初心者レッスンいってらっしゃい。クリック！いってらっしゃい。そこには私が今まで取りためた700曲以上のありとあらゆる音楽のウクレレ簡単レッスン動画がアップロードされております。はい。夏メロから最新 J-POP、定番の J-POP、洋楽からハワイアンからアニメソングから映画の曲から演歌から何でもあります。先ほどのリンクの下の方に行くと、ジャンルボックスや検索できるようになっておりますんで、ぜひちょっと探してみてください。じゃあこれ、今日はね、ランダウェイ。まずは初心者様向けシンプル簡単バージョンやってみます。One, two, run away, とても好きさ Run away, すれて Run away, 言ってあげるよ二人だけの遠い世界へ、yeah、 お前を抱いて Run awayランダウェイ、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。今のはショートカットバージョンで1番をやって最後ラストのところを加えたということなんですけど、2番、やりたい方、コード進行一緒ですんで、この B メロから書き足していくとできます。はい。で、動画のテロップと一緒に演奏して楽しんでもらうのもちろん最高に楽しいんですけど、それできるようになったら次は自分でノートに書いてそれを見て、自分だけで演奏してみるのをやってみてください。この曲はすごいシンプルですよ、皆さん。はい。テロップと示し合わせながらちょっと書いていってもらいたいんですけど、ガズレレではこの下に書いてあるメッセージありますね。これは後半やるかっこいいバージョンの弾き方の解説になってますけど、ここちょっと注目。この2行目がね、1ブロック、2ブロック、3ブロック、3ブロックで次の展開に行くんで、ここがちょっと面白い、この構成になってますね。ここがまあいわゆるサビです。はい。はい。
一時停止メモってください。でここがまあ一応 A メロ B メロみたいな感じなんですけど、すごいシンプルですね。はい、ここにいっぱい書いてある、これ後で解説しますからね。今は G7 を2回2ブロック分やったって、構成になってます。シンプル簡単バージョン。はい、でここ今構成としてはここずーっとサビから入って A メロやって B メロやって、ここでまたサビに戻って、最後ラストこのフレーズが最後ちょっと加わったというのがガズレールオリジナルショートカットアレンジのことで楽譜でございます。じゃあ出てくるコードを解説します。これはね、今出てきたのね、これを書く、これを今僕が隠しているのはこれからやるかっこいいバージョンが出てくるコードです。今出てきたのはこれだけ、 1,2,3,4,5,6,7 個のコードでできました。これ読み上げますよ。 C、A マイナー、F、D マイナー、D7、A7、G7。この7個で今のシンプル簡単バージョンができました。はい、この7個のコードなんですけど、ドン、こちらのコードになります。ガズレレ必須コードです。必須って書いてあります。コードをね、やっぱ覚えないと、音楽ってコードが鳴ってる上でこうメロディーがあったり歌があったりするんですよ。なんでこのコードをね、覚えなきゃいけないんですけども、コードっていうのはもう星の数ほどあって、もう何十万個、何百万個とあるんですね。それを全部覚えようっていうのもそもそも不可能でございましてですね。じゃあどうしようかと。で、皆さん、このウクレレで音楽を始めようと思った方は、ウクレレにとってものすごく便利なコードが、8個あります。これしかも押さえるのは簡単なんですよ。入門コードです。この8個のコード、真っ先に覚えてもらいたいコードをガズレレ必須コードと言ってます。だから必須です。8個のコードです。今日はその中から7個が出てきているわけですから。で、その8個のコードを私がめちゃくちゃわかりやすく解説している動画をここにリンク貼っておきます。このリンク先はめちゃくちゃ頭に入れるね、覚え方なんで、8個って言ったって結構多いですからね。そのちょっとのコツですぐ覚えられます。そこでコードを覚えていきましょう。ということで、シンプル簡単バージョンはこれで4つで弾いていったというふうになっております。じゃあ、こっから、かっこいいバージョンの解説に、ドン入っていきます。はい。かっこいい バージョンはね、ちょっとコードを追加します。いくつか。まず、これですね。F マイナーというコード。これは初心者の人が結構やりづらいコードです。ちょっと解説しましょう。F マイナーっていうのは、ここと、ここを押さえます。こういうふうに押さえるのが、教科書通りの押さえ方。はい、こういう風ね。で、これちょっと押さえるの難しいなって思う、ちょっと訓練なんですけど、まあ、ガズさんはこの上に、ここの部分をね、親指で押さえちゃうって押さえ方をしてます。どっちもね、押さえてるところは一緒ですから。はい。お気に、俺やりやすい方でいいと思いますよ。人差し指で押さえる場合は、こういう感じ、手首が。親指で押さえる場合はもちろんこうグッと握り込むから、この角度が結構重要ですね。はい。これが F マイナーです。で、今回ね、ちょっとこのフレーズ聞いてください。ここのね、サビの中で、ここに今フレーズ1って書いてあるじゃないですか。この G7 の中でここ見てください。G、G、G、G フラットって書いてあります。これをこうやって書くとなんちゃこれって感じなんですけど、ちょっとこれ聞いててね。連れてねんでね、言ってあげるよ、ここ。G から G、G フラット。これをやりたい。ねんねん、だーだーだ、ここ、はぁはぁはぁってコーラスが入る、あそこですね。ここはね、まず G っていうコードをマスターしましょう。ガズレレは G っていうコードをね、だいたい G7 に置き換えちゃうんですけど、まあ、たまに出てきます。G はね、G7 の要は、これ見てもらうと面白いんだけど、真反対に出てきてるんだよね、これよく見ると、この点がこっちにずれてるっていうかね。はい。で、これ押さえ方ちょっと解説しましょう。G っていうのを押さえる場所、こことね、ここですよ。こことここ。で、こうやって押さえるのが、いいかなと思います。まず人差し指がここ。中指がここなんですよ、一弦。で、薬指がこう。これが結構一般的だと思うんですけど。あと中には、人差し指でこの3つを押さえて、4弦も押さえませんよ。ちょいと立てる。これでもいいですよ。でいい。まあ、ひとまずこれでやってみましょう。これが G という押さえ方ですね。これの、次 G フラットは、もうこれガズル、正確にはコードネームはもっと違うコードなんですけど、この形のまんまですね。G のまんま。1個ずらすだけです、こっちに。じゃんじゃんじゃん、F までいきます。ここになります。でんでんでん、はい、これがフレーズ1、 G フラット、次の二人だけの F に流れ込んでいく、まあ二人だけのってなっていきます。ここフレーズ1として G フラット F の流れ、ちょっと確認しといてください。はい、そういうわけで、コードはそれが追加されたということになっています。はい、でこの曲のランナウェイ、やっぱちょっとオールディーズっぽいね、こうフィフティーズっぽい感じが出したい、そんな時登場しますのが、レトロビートでございます。レトロビート。これはかっこいいです。ちょっとサビやってみようか。いきますよ。One, two, run away, とても好きさ。
ランウェイ。どうこれ、ダンドルタツタパカダンドルタツタパカダンドルタツタパカダンドルタツタ。これをガズレレではレトロビートと名付けております。かっこいいでしょこの弾き方。はい、 A メロはですね、すげえシンプルなんです。この A メロね、ここ一人さまよいんところはここ見てください。パッパッパッパって書いてあるじゃないですか。これカッティングです。こんな感じです。一個ずつ止める。一人さまよい傷ついた止め、パッパッパ。これは左手でこうよく見るとウニウニしてるでしょ。魂の抜け殻にパッ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 。これカッティングって言われる。音を止める。右手見てて、弾いて左手だけで止めるんですよ。ウニウニしてるでしょ。はい、これをカッティングと言います。はい、でですね、A メロは今カッティングを使ったでしょ。で、B メロがですね、またこれよく見てください。この B メロのフレーズ、ここに書いてある。ターンタタンパッ、ターンタンタンパッ。こうやってやろうと思います。こんな感じです。愛を灯したタンパン、トンツタタンパン、トンツタタンパン。です。これもね、ちょっとゆっくりやろうか。じゃあ C でやりますよ。ダン、ンタタンチャ。ダン、ンタタンチャ。よく出てきます。これはあの80年代、90年代によくある、ドン、トトン、ホー、ドン、トトン、ホー、ドン、トトン、パッ、ドン、トトン、パッ。手の動きは、ダン、ンタタン、タ、タ、ずっとこれが続いてますからね。はい。このフレーズ、ターン、タタン、タ、ターン、タタン、タ、を使います。これは結構深いですね。まずじゃあ整理しますね。で、基本的には全部ね、8ビート、チャのグループに入るんですよ。で、サビでは、レトロビート。ほいで、この B メロはジャンスチャジャンチャ、ちょっと広い意味での8ビートのチャでしょ。で、 A メロはパッパッパってカッティングという、こういう結構なかなか大盛りなことになっております。で、レトロビートとカッティング、こちらの弾き方を、マスターしたいですね。ここにリンクがあります。ここ。このリンク先はガズレレのホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろという弾き方が動画で、まとまってるサイトがあるんですけど、その中からレトロビートとカッティングを探して、ちょっと練習してみてください。ちなみにレトロビートの基本は8ビートのチャですからね。もしレトロビートとかもう初めてやる方は、まず8ビートのチャっていう動画を探してもらうのがいいと思います。はい。そして、なんか、そこの動画でしっかり練習してここに落とし込んで、やってみましょう。このリズムがね、やっぱり 50s、オールディーズっぽさを醸し出しますから、はい。ね、ちょっと大変、なんていうの、簡単ではないんですけど、まあ、少しずつこう、ニュアンスをつかみ取っていくのが楽しいところでございます。はい。楽しんでやってくださいよ。はい。で、あとですね、キメが、すごく大変なキメがあります。キメはですね、ここにも書いてあるんですけど、ツタタタタタタタとかニュアンスでテロップには書いておきますけども、ここはね、ちょっとすごく、面白いフレーズがありまして、この、B メロの最後ですね、ちょっとここやってみようか、こう、テロップにも書いてあるんですけど、あ、ここだけ解説しよう、これ。見て。G7 の1弦、5320って書いてあるんです。ここからここまでの流れ、まあ、ここからちょっとやってみますよ。B メロね。二人激しく燃える。タン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 。5320。ツタタタタタタタ。まずでここもね。二人激しく燃える。ここ、パッパッパッ。A メロ出てきたカッティング。1、2、3、4ってやったら次です。G7 押さえたまんま、1弦だけ、5320です。こう。5320。どうですか？もう一回最初からね。G7 で、パッ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 。5533200。こんな感じ。パパパパパ、ランアウェイってなります。パパパパ。はい。ちょっとゆっくりテロップ見ながらやってくださいね。タッ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 、タッ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 、パッパッ、ランアウェイ。流れていきます。チャ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 、5320、タタタタラウェイ。こんな感じでございます。はい、ここのフレーズはサビに行く前にこう溜めて溜めて今行くぞっていう、うわーんドーンっていう感じのこう仕掛けになってますね。ここもし、ちょっとね、ここの5フレットとかね結構遠いんですけど、まあうまいことこうやってみてください。5320ね。5がちょっと遠いと思うよ。これを角度変えるのがいいかな。はい。こんな感じでございます。なかなか、盛りだくさんでランナーウェイかっこいいバージョンは。はい。いろんなことを踏まえながらやってみようと思います。Let's understand. Runaway. ガズレレ流かっこいいバージョン。やってみる。
one, two, run away, run away, とても好きさ。Run away, 連れて run away, 言ってあげるよ。二人だけの遠い世界へ。魂の抜け殻に愛を灯したお前もロンリーガール二人激しく燃える。 Run away Run away とても好きさ。ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。もういいですよね。 Run away Run away なんてもうそんな感じで 50s っぽい Oldies っぽいあの独特の R&B 感が出ると気持ちがいいですね。はい、今はレトロビート、ぜひこれでマスターしていただいて、レトロビートで弾くとどんな曲もちょっとやっぱねヴィンテージ感が出ると思いますね。これは結構ねいいですよ。はい、雰囲気を高めていきましょう。ありがとうございました。音楽は楽しいですね。ウクレレ楽しいと思った方、どんどん周りの方に教えてあげてください。このガズレレ YouTube もぜひご活用くださいませ。よろしくお願いします。ガズレレいろんなことやってます。イベントとか出版とかいろいろやって、この後ちょっとご案内動画つけますので、お時間ある方ご覧になってください。今日はありがとうございました。あ、チャンネル登録もお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。ご案内どうぞ。はい、そういうわけでじゃあガズレレホームページドーンご覧になってください。ガズレレ .com でございます。ガズレレホームページにはいろいろ情報があるんですけど、ひとまずさらっと お伝えしますと、イベント情報あります。はい、こちらですドン。6月16日沖縄那覇、6月30日は長野県長野市、7月は奈良に。はい、この時はですね、もういろいろ私の話、いい話聞いたり、皆さんの質問に答えたり、みんなでわーってやって、テーマを設けて何かに向かってみんなでやったりって、もう本当にね、盛りだくさんなイベントになっておりますので、もうお一人様でも大歓迎ですから、ぜひ来てください。6月16日の沖縄那覇、前日は、純駆動書店さんで、トークショー&サイン会ありますんで、もしご予定あったら、6月15、16、2連チャンでディープに行きましょう。沖縄那覇、よろしくお願いします。はい。で、あと、東京都内ではこちらがあります。どーん、千人ガズレレ、あっと代々木公園。アースガーデンというエコロジーのイベントの、に参加させて、毎年、今年3回目になるんですけど、もうちょっとね、いろんなテーマを決めてみんなで1000人ぐらいで歌おうぜっていうので、もうちょっとしたらここの YouTube で公開しますんで、とにかく日付だけ開けといてください。7月6日の土曜日、真っ昼までございます。準備しといてくださいよ。今、この YouTube でお題をね、出しますんでね、よろしくお願いします。あと、本とかいろいろ出してます。グッズもいろいろ出してますんで、最新情報はガズレレ .com、ここにリンク貼っておきますね。これ、ホームページチェックしてください。そのリンク先にはですね、ガズのブログも書いておりますんで、いいブログ書いてますから、はい。で、あの、リットミュージックのあの、100曲入りの歌本も、今予約開始、5月30日発売です。皆さん、盛りだくさんで音楽を楽しみましょう。やっぱりね、音楽聴くよりやろうが楽しい。よろしくお願いいたします。ガズレレでした。さよなら。